オートマタは2014年のスペインブルガリア合作の SF アクション映画。監督はスペイン人のガベイバニエスであり、イバニエスイゴールレガレタ、ハビエル・サンチェス・ドナーテが共同脚本を務めている。主演はスペイン人のアントニオ・バンデラスであり、共演はビアギッテ・オート・ソ連戦、メラニー・グリフィス、ディラン・マクダーモット、ロバート・フォスター、ティム・マッキナリー。 監督のイバニエスは2008年にシャッター・ラビリンスで長編映画デビューし、この映画はカンヌ国際映画祭の国際批評家週間で上映された。2030年代末に太陽のフレア光が増加したことで地球は砂漠化が進行し人口の99.7%が失われた。生存者は安全な都市網を再構築し、 過酷な環境で人類の手助けを行う原始的なヒューマノイドロボットオートマタを開発した。オートマタには生命体に危害を加えてはならない、自他のロボットの改造を行ってはならない、という二つのプロトコルが設定された。当初は人類の救世主であるとされたが、砂漠化の抑制に失敗したことから肉体労働に追いやられた。ある日、 自己改造を行っているオートマタが発見され、保健調査員のジャック・ボーカンが調査に派遣された。主演とプロデューサーを務めたバンデラス。カッコ内は日本語吹き替え主演のアントニオ・バンデラスは、脚本を読んで制作に興味を示した。バンデラスは、プロデューサーの一人となり、元妻のメラニー・グリフィス、ハビエル・バルデムを起用した。この映画は、ブルガリアの首都ソフィアにあるヌボジャナ・フィルムズのスタジオで、 撮影された。映画評論集約サイトのロッテントマトズは27人の映画評論家のうち33%が肯定的な批評を行ったとし、平均点を5点10点とした。総評として見栄えは良いが物語としては空想である。SF 作品のクリシェを詰め込みすぎてショートしているとした。メタクレティックは十三人のレビューから三十七百点をつけた。 バラエティ誌の J.Y. ズバーグは多くの SF 映画から拝借しており、欠陥のある混乱状態と書いた。ハリウッドリポーター誌のジョナサン・ホランドは凝りすぎており抑制できていない。本作は説得力を持って初期設定をやり抜くための創造性が欠如した期待外れの例であると書いた。スタンシュレーダーは映画ブレードランナーの原案となったフィリップ・ K. ディックの小説 アンドロイドは電気羊の夢を見るかの影響に言及した。さらに、アイザック・アシモフがロボット工学3原則を提示した短編小説、堂々をめぐりと本作で示されているロボットプロトコルとの類似性を指摘した。ありがとうございます。